オスカー・ペティフォード。右側は、ジュニア・ラグリン・オスカー・ペティフォードは、アメリカ合衆国のジャズダブル・ベース奏者、チェロ奏者、作曲家、ビバップ奏法での最初期の演奏者の一人。オクラホマ州1946年の、オスカー・オクラホマ州、オクマルギ出身。母は、直刀族、父は、チェロキー族とアフリカ系アメリカ人の子供。 家族バンドで歌い踊り育ったが、12歳でピアノ、14歳でダブルベースを始める。他人のベース演奏が気に入らず、独自の奏法を始めた。ミルト・ヒントンなど、周りからは称賛されたが、1941年、これじゃ食えないと思い引退。数ヶ月後、ヒントンに愛音楽に連れ戻された。1942年、チャーリー・バーネットバンドに加入。 1943年、コールマン・ホーキンスとザ・マン・アイ・ラブを録音し、一般の字幕を集める。この時期、アール・ハインズやベン・ウェブ・スターとも録音。1943年に、ディジー・ガレスピーとバップバンドを始める。1945年、ホーキンスとハリウッドに行き、ジャズのサントラで有名なミステリー映画、ザ・クリームゾン・カナリーに出演した。 1945から1948年は、デューク・エリントン楽団で、1949年には、ウディ・ハーマン楽団で演奏。1950年代は、自身のバンドで活動。リーダーとして、キャノンボールアダレ誰を発掘。ガレスピーを含むペティフォード楽団の、ワリードライフブルースシングル1945年ジャズの、チェロソロ演奏の創始者。1949年、 腕を骨折し、ベースが弾けなかったのでチェロを試した。1950年チェロ初録音。1950年代にデビュー、ベツレヘム、ABC パラマウントなどに録音。1958年にコッペンハーゲンに移住してからはヨーロッパでも録音。チャールス・ミンガスと共にベース奏者のバンドリーダーとしては最も録音が多い。1960年に デンマーク・コペンハーゲンでポリオに似た感染症で死去。ありがとうございます。